皆さん、こんにちは。今日は67歳と10ヶ月で YouTube にデビューして、チャンネル登録100人までの道のり、その道のりで味わった挫折感、大苦難感というのを3部構成でお話をさせていただきたいと思います。第1部は、今現在どのようにしているのかというのと、そして今現在の私のアナリティクスの数字を発表したいと思います。第2部は、デビューしてからチャンネル登録100人までの3つの大苦難についてお話をしたいと思います。第3部は、まだまだ偉そうなことは言えないんですが、自分がやってきて感じたこと、継続する3つの秘訣というものをお話をしていきたいと思います。まず第1部、今現在どのようにやっているかですが、私はスマートフォン1台で撮影から編集、動画アップ全てをやっております。ですから撮影用のカメラなどの機材は一切買っておりません。また、編集、動画アップなどは、ビロなどの無料アプリを使っております。ですから、設備投資は0円です。今しばらくはこのスタイルでやっていくつもりです。それでは、100人登録の時のアナリティクスはどうだったのか。じゃじゃーん。こちらの数字になっております。チャンネル登録者数はもちろん100名であります。期間は今年の7月の1日から12月の13日でありました。5ヶ月と13日で達成しました。日にちで言うと166日間かかったわけであります。視聴回数なんですけれども、5235回、それから総再生時間が21480分、時間で言うとですね、ちょうど358時間になります。それから平均視聴時間、1動画あたりですね、4分6秒です。そして動画投稿本数が47本になりました。何日に1本動画投稿したかと言いますとですね、3.5日に1本の割合でした。動画第2部は、デビューしてからチャンネル登録者数100人までの3つの大苦難をお話をさせていただきます。大苦難、その1、動画編集の大変さであります。と言いますのは、高齢者67歳と10ヶ月のデビューです。今時の20代、30代、40代の若い人たちは IT とかそういったことに非常に日常的に慣れ親しんでいると思うんですけれども、私たち高齢になるとそういった機会があまりないわけなんですね。ですから、アプリの編集とか動画をアップするとか、そういった云々ですね、非常に時間がかかりました。で、私の一番最初にデビューした動画なんですけれども、10時間以上かかりました。それで気がついたらですね、朝の3時だったんですね。大苦難その2、チャンネル登録者数が全く伸びない。これは誰もが言っているんですが、私もそうでした。半年ぐらいで
チャンネル登録者数が500人ぐらいは行くだろうと軽い考えでいたんですね。ですから7月の1日にスタートしましたから、今年の12月31日で半年間です。ですから私の最初の目標は500人でした。ところがそんなに甘くなかったですね。毎日朝起きてですね、チェックするわけですよ。今日は何人チャンネル登録者数がいるかな。ほとんど数字の動かない日がずっと続くわけですね。さすがにですね、心が折れてしまいました。この先一体どうなるんだろうかということを常々思っておりました。そして1ヶ月が過ぎ、2ヶ月に入った時考えました。まずいぞ、このままではと思ったんですね。ですから下方を修正しました。5分の1、今年の12月31日までにチャンネル登録者数を100人に変えたんですね。とにかく今年中にチャンネル登録者数を100人にしようということを強く思いました。大苦難その3、ジャンルが絞れなかったですね。他の動画でもアップしてるんですが、私が一番最初にデビューした動画が67歳自衛隊式懸垂でデビューをしました。しかしですね、毎日毎日スポーツジムでの動画をアップしてもですね、私はマッチョでも何でもありません。おそらくですね、見ている視聴者の皆さんに飽きられてくると思うんですよね。そして試行錯誤をしながらたどり着いたのが、私の一番の趣味というのが旅なんですね。ですから旅系動画に絞っていこうかなと思い始めました。他の動画でもアップしてるんですが、私は47年前に3年間ですね、放浪の旅世界一周というのを60カ国したんですね。そのことを語っている動画もあります。そして今たどり着いたのがですね、フェリーの乗船です。日本にはですね、何十本かこうフェリーのコースがあります。ですからそういった中距離長距離のフェリーに乗ってですね、その船内の動画をアップしていく、そういったことを今始めています。で、今現在ですね、だいたいどうでしょう、7、8本ぐらいですね、動画アップをさせていただいております。それでは第3部です。継続していく3つの秘訣についてお話をします。その1、チャンネル登録者数を気にしないということですね。と言ってもやっぱり気になりますよね。でも気にしない、あまり動かなくても気にしない。もうそれを気にするとですね、先ほども言ったようにですね、心がですねポキッと折れちゃうんですよね。その2、動画はですね定期的にアップしていくということだと思うんです。もしですね、動画を次の動画までの期間が長くなるとですね、アナリティクスのですね数字が全体的にやっぱ下がっていく傾向がありました。ですから自分のマイペースである程度ルーティンしてですね、やはり定期的に動画をアップしていく、そのことがやっぱり必要だというぐらいに思います。とはいうもののですね、物理的に無理な人も多いと思うんです。ですからやはりですね、ゆるい感じでねこうアップしていくのが継続していく秘訣じゃないかなというふうに私は思います。その3です。楽しんでやるということだと思います。気楽にやる、楽しんでやるということですね。マイペースでやる、ですから
楽しんで撮影もするし、楽しんで動画編集もするし、楽しんで動画をアップもするし、で焦らずにやるということだと思います。結論から言いますとですね、やめないこと、やり続けることだと私は思います。以上が67歳と10ヶ月でデビューして100人登録者数までの道のりで味わった挫折感と大苦難感でありました。ありがとうございました。それでは皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。